はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はフリーランス個人事業主が年内に必ずしておくべきことということで動画の方を紹介していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっています。またビジネス書を2冊出版しております。どれも概要欄から飛べるようになっておりますので、一度ぜひ概要欄の方を覗いてみてください。それでは個人事業主フリーランスの方が年内に絶対しておくべきこと、早速このテーマでいってみましょう。はい、それではフリーランスが今年中に絶対するべきことということで動画スタートします。本日の内容です。今年中にするべきタスクということで、まず1つ目、経理に関する処理になります。2つ目、決算への事前準備。3つ目、節税対策について。そして最後、注意点。本日の内容このように進んでいきますので、ぜひ動画最後までご覧ください。では早速、経理に関する処理から何をするべきなのか、次のスライドで見ていきましょう。はい、ではまず経理の処理から。関係書類をまず1箇所に集めましょう。皆さん、レシートや領収書、車の中、財布の中、あちらの缶の中、段ボールの中などなど、バラバラになっていませんでしょうか。とにかく必要なレシート、領収書、カードの明細書や経費の支払いなど、すべて書類をですね、一旦全部集めて、そして1箇所にまとめるということが非常に大事になってきます。まず関係書類を1箇所にまとめたら、次は経理の作業に入ります。経理の入力作業、経理帳簿をつけるということをしましょう。こちら1月から12月のできるところまで、令和5年分の経理処理というのはね、ほとんどもう終わっているというような状況で、あと残り1週間というふうになってますので、経理の方はほとんどもうできる状態になっているはずです。なので皆様、経理の入力を1月から12月のできるとこまでやってしまいましょう。こういった時に便利なのが、会計ソフトを使うという方法が非常に便利です。こういった便利なツールを使ってですね、なるべく自分の負担を下げる、また効率的にするというのが賢いフリーランス個人事業主だと思いますので、こういった便利なツールというのを使ってですね、なるべく楽に確定申告できるようにするのがベストだと思います。そしてこれらのことをすることで、一体年内に何をするべきかと言いますと、こちらになります。所得の目安額を把握する、これが非常に大事なポイントです。この所得の目安額を出すために、レシート領収書を集め、関係書類を1箇所にして経理入力をする、これを年内にするのが重要なんです。この所得の目安額というのは、売上から経費を引いた残りが所得金額というふうにイメージをしてください。そして経理の入力についてですね、皆さんが迷いやすい勘定科目については、過去にこういった勘定科目仕分けのコツという動画出しておりますので、こういったものをぜひね、参考にしてください。では次に、決算の事前準備についてするべきことを次のスライドで解説します。はい、こちら、決算の事前準備は何をすればいいのか。まず一つ目のポイントです。仕入れがある方、また仕入れがある業種の方はですね、棚卸しという作業をしなければいけません。この棚卸しというのがですね、12月末現在に年内に仕入れたもののうち、どのくらい在庫が残っているのか、この12月末現在の時点でチェック、要は棚卸しをしますので、年内にしておくべきことということで、決算に向けての事前準備の一つとして紹介しております。こちらもしですね、自分は仕入れがないよという方はスルーしていただいて大丈夫です。仕入れがある方は基本的に12月末現在で残っている在庫をカウントするようにしましょう。詳しい内容について、また棚卸しって何なのという方はですね、私過去に年末のお仕事、棚卸しって何をするのという動画作っておりますので、ぜひこちらの動画を参考にしてください。では次に、決算前の準備事前すること2つ目、控除証明書の書類を集めておきましょう。皆さん、そろそろですね、控除証明書関係の書類、控除証明書というのが手元に届いてきているはずです。生命保険や地震保険、また医療費控除がありそうな方はですね、かかった医療費のレシートや領収書を1箇所にファイルの中にまとめておきましょう。こういった書類をですね、意外といろんなところにバラバラしておきますと、いざといった時にどこ行ったかってなりますので、必ず1箇所にまとめる癖をつけておいてください。そしてもちろんですね、先ほど言ったようにレシート、領収書、またカード明細などなど必要な書類も合わせて準備をしておきましょう。そして今言った控除証明書以外にもですね、住民税を払った、所得税の予定納税がある、事業税を支払ったというような税金の支払い
払い関係の書類も一箇所にまとめておくと非常にスムーズに確定申告に行けますので、そういった書類をですね、皆さんリビングやキッチン、また仕事場で書類が山積みになっているとこから助け出してですね、ピックアップしてきちんと全て一箇所にまとめておくとスムーズに確定申告へ移ることができます。これ非常に大事なポイントです。そして3つ目、決算の事前準備として電子申告に向けての準備をしておきましょう。これ電子申告をするメリットなんですけども、アオル申告特別控除というのがですね、マックス65万円まで控除になるんですけど、電子申告をした場合がマックス65万円で、電子申告じゃない場合は55万円控除に10万円控除額が下がってしまいます。ですので65万円マックス控除したいと考えている方はですね、事前に電子申告ってどうやってすればいいのか、また電子申告できるよう、申告時期がスタートしたらスムーズに電子申告できるように事前準備しておくことをお勧めします。じゃあ具体的にどういった準備をすればいいのかと言いますと、例えばマイナンバーカードがまだないという方はですね、確定申告前に申請をしてマイナンバーカードを入手しておく必要がありますし、またスマホで電子申告をするのか、パソコンで電子申告をするかによって準備も変わってきます。このマイナンバーカードの読み取りをですね、スマホでするのかパソコンでするのかによってまた準備するもの変わってきますので、そういった電子申告へ向けての事前準備は今からしっかりしておきましょう。電子申告よくわからないって方、大丈夫です。過去に動画出しております。便利な電子申告 e-tax に挑戦してみようという動画出しておりますので、詳しくはそちらの動画見て予習をしておいていただけると、今年の確定申告バッチリスムーズにいけるのではないでしょうか。はい、そして3つ目、すべき事前準備、皆さん気になっているだろう節税対策について解説してきます。はい、3つ目が節税対策についてです。こちら先ほどですね、どうして経理をしてギリギリのね12月までにして経理の方を入力するかというと、今年の所得の目安額が出ているということがですね、この節税対策ができるかできないか明暗が分かれますので、先ほどの目安額を出しておくことが非常に大事なんですよっていう話をしました。節税というのはですね、今年の節税は今年のうちにというスローガンがあるように、これ私が勝手に作ったスローガンなんですけど、年を超えてしまって思ったより利益出たな、所得上がったなと思ってもですね、節税するということはもう間に合いません。年を超えてしまったらもうどうしようもないんです。今年の節税は今年のうちにというのがルールです。じゃあね、どういった節税をすればいいのかと言いますと、まず1つ目、購入するものがあれば、また必要なねものがあれば年内に購入するというのが節税の一つになります。これ気をつけなければいけないんですけど、無駄なものやいらないもの、また必要かなぐらいのものをですね、無理に購入すると逆にただの浪費になりますのでお気をつけください。もしね、以前から購入したいと思っていたもの、必要だけどちょっとなと思っていた方はですね、所得が思ったより今年高くなったなという場合には、こういったものを購入して経費を計上して税金額を圧縮するという方法があります。そしてもう1つ、ふるさと納税も年内までとなっております。ふるさと納税もうちょっとできたのにっていうふうに後々思わないようにですね、ふるさと納税も年内まででしたら駆け込み可能ですので、しっかりと自分の所得の目安を見て、ふるさと納税のサイトでシミュレーションをし、いくらまですれば上限額いいのかなということでしっかりと対策をしましょう。はい、そしてもう1つ、特例というものがあります。30万円未満の資産を購入した場合にはですね、一括償却できるという特例が実はあるんです。こちらの特例、皆さんも少しね耳にしたこともある方多いかもしれません。この特例を使ってですね、節税にするということで、私もですね毎回これはいろんな方から質問が来る項目となっております。基本的に10万円以上の資産を購入した場合には減価償却という方法で処理をしなければいけないんですけども、特例というのが実はありまして、こちらの特例を使うと30万円未満の資産は一括償却できるという特例が実はあるんです。この特例を少額減価償却資産の特例と言います。この特例を使うと300万円までこういった一括償却をすることができます。これは青色申告をしている方のみになります。白色申告や副業で雑所得にしている方は使えない制度になりますのでご注意ください。こちら詳しくはですね、減価償却完全マスターという動画がありまして、興味ある方、詳しく知りたいなという方はぜひそちらの動画見てください。ではその他節税対策としてですね、今年はちょっと間に合わなかったんだけども、次年度に向けてもう年内にしておく
くっていうのも非常に有効な方法です。特にイデコや小規模企業共済の加入を考えている方、今年間に合わなかったけど来年こそはとかですね、今年の所得が上がったっていう方はですね、来年の所得もアップする傾向にあります。そしてイデコなどはですね、申請をしたらすぐに加入できるわけではありません。手続きやら何やらしてるとですね、イデコというのは大体 2,3 ヶ月タイムラグが発生してしまいます。ですので年をまたいでイデコをまた加入しようというふうに考えずにですね、もう年内のうちにしておいて次年度についての節税対策をしておこうというふうに考えるのも重要なポイントになります。小規模企業共済の加入考えてる方、ちょっとこの動画ね、出す頃にギリギリだと思うんですよ。もしかしたら地域の商工会議所などではですね、まだギリギリ間に合う、駆け込めるっていうところもあるかもしれませんけど、もしかしたら締め切りをもうしているっていうところもあるかと思いますので、しっかり確認をしてください。もし間に合わないうちはですね、来年ということで、もし間に合わない場合には次年度に向けて動けばいいかと思います。はい、そして最後に注意点です。今年はインボイス制度スタートして初の確定申告が来ます。今回初めて消費税の申告が必要な方、例えば今まで免税事業者だったんだけども、インボイス制度に登録して課税事業者になったという方、特に要注意です。余裕を持ったスケジュールで今年は進んでください。ですので、さっきほどから言っているようにですね、早めの経理、必ず年内に経理の方、もう所得税の方はね、サクッと作ってしまうということをお勧めします。これどうしてかと言いますと、今まで所得税の確定申告、要は確定申告するだけでも大変だったところにですね、プラスアルファ初めてやる消費税の確定申告書の作成という負担がかかってきます。そしてですね、皆さん税務署も混雑が予想されます。もし相談したいとか質問したいという方は早めの予約が正解です。また税務署の電話も最近混雑どうやらしてるようで、なかなかつながらないようです。ですので皆さん、確定申告ど真ん中シーズンになったらもっと混雑してきますので、なるべく早めに質問したいこと、確認したいことは聞いておくっていうのがマストです。そしておそらく確定申告時期になると税理士も捕まらないというようなことがですね、もしかしたらなるんじゃないかなということが予想されています。なんとか自分でね、確定申告しないといけない、消費税の申告を乗り切らなきゃいけないという方多発してくると思いますので、そういった方はですね、税務署も混雑しますので、やはり早めに動くことをお勧めします。商工会議所や商工会に加入しておくっていうのも一つのポイントですし、また青色申告会というものもありますので、そういったものをうまくね、検討して準備しておく、事前にですね、入会しておく、事前に相談する場所をですね、確保しておくっていうのも一つの方法じゃないかなというふうに感じております。とにかく今年インボイス制度初の確定申告となりますので、皆さん余裕を持った確定申告シーズンになりますように、しっかりと事前準備しておきましょう。私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしています。メリットが4つあります。1つ目、質問や相談を税理士にすることができます。こちら24時間好きな時に文章で質問したことに対して私が直接文章で返事をしますので、チャットのようなイメージを持っていただけるとイメージしやすいのではないでしょうか。2つ目のメリット、メンバー全員起業家独立組ですので、情報交換ができるということ非常に好評です。3つ目、平日毎日私がビジネスに役立つ投稿や SNS の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに記事を投稿しているものがあります。こちらの記事の購読権利がついてきます。4つ目のメリット、定期的にズームサロンを開催しております。こちらズーム会議の参加権利はサロンメンバーのみとなっております。ズーム上で直接私に質問相談することもできますし、またメンバーと直接情報交換ができるということで非常に好評です。オンラインサロンについての詳細は概要欄から飛べるようになっておりますので、ぜひ皆さん入会の方を検討してみてください。入会お待ちしております。はい、というわけでチャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。また私はビジネス書2冊出版しております。 Amazon Kindle 版どっちもありますので、ぜひチェックしてみてください。そしてその他 SNS いろいろとやっております。どの SNS もですね、少し違った情報を投げていってますので、皆さんぜひフォローの方よろしくお願いします。
はい、というわけで本日の動画は自営業フリーランスの方がですね、年内にしておくべき事前準備について解説をいたしました。皆様いよいよ確定申告シーズンが来ますので、スムーズにいけるようにしっかりと事前準備、本当にこの事前準備が肝となってきますので、皆さん年末年始に向けてですね、忙しい時期かと思いますけど、しっかりと経理そして確定申告に向けて準備の方しっかりしていきましょう。とにかく一番大事なのはですね、自分の令和5年分の所得金額の目安を出すこと、これが重要ポイントです。これが出てないと節税対策もできません。そして今年の節税は今年のうちに、これをスローガンに一緒に確定申告シーズンこれから頑張っていきましょう。というわけで、いつも最後まで見ていただきありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの YouTube 動画でお会いしましょう。それではまた。